はい、こんにちは、タカチャンネルのタカです。今回はこちらにある巨大な段ボールを開けてみたいと思います。はい、では、こちらの中身なんですけども、何が入ってるかお楽しみということで、最後まで目を離さずによろしくお願いします。では開けていきましょう。巨大すぎてね、びっくりしちゃったんですよ。何事かと思いましたよ。これタッチミスしたかなと思ったんですけど、はい、来ました。エポック社のニュークリアコレクションケース、フィギュアのケースですね。これまでね、僕はですね、2、300円ぐらいダイソーで売ってるやつで買って使ってましたけど、これね、収納力なよろしくないんで、なんせこう上からかぶせる式なんで、フィギュアがずれたとこにあるとフィギュアを傷めてしまう可能性があるんですよね。実際にぶつけてしまったこともあるんで、そういったこともあるんで、こういったフィギュアケース欲しかったんで買ってみました。こちらね、フィギュアケース、この段ボールが大きいですよね。ここまで大きい箱用意しなくてもいいんじゃないかと思いましたね。エポック社、エポック社ってこれあれですよね、玩具メーカーですよね。有名どこですよね。はい、ニュークリアコレクションケース、紫外線 90% 以上カット、組み立て不要、抜群の収納力、全面扉開閉式、ひな壇取り外し可能。はい、こちらが社名のエポック社ですね。でも紫外線ってそんな外に置くわけじゃないから当たんないと思うんですけど、ホコリを避けてほしいので、そういった面でやっぱりこのフィギュアケース期待してますね。まあざっと説明書きがね、どういうものかっていうのが書かれてたり、あと注意点とか書いてありますね。ケースの上に乗ったりはまあしないでくださいよみたいなことが書いてあります。はい、3456円ところを、Amazon でプライム価格で、2655円でした。はい、どういう感じかっていうレビューしてみたいと思いますんで、最後まで目を離さずに見てもらって、それから決めてもらってもいいかもしれないですね。はい、じゃあよろしくお願いします。さあ行きましょう。あ、もうすごい、中がすごい重コンポンになってますね。こんな風に、はい、こんな感じで、この緩衝材すごく大事ですよね。すごい、僕メルカリで今出品いっぱいしてるんですけど、梱包材とかあると助かります。あ、こうなってますね。あー、なるほどなるほど。あー、そういうことか。これいいっすね。これ綺麗な綺麗な感じですね。今のところ傷みたいなものはないですね。じゃあこの状態、ちょっと今こっからちょっとフィギュアを入れてみます。いきます、せーの。フィギュアをケースに入れた状態です。はい、こちらはね、仮面ライダー91号なんですけど、マスコレですね、マスクコレクション。こちらね、ちょっとね、部屋の片付けしてる時にちょっとフィギュアの触覚折ってしまいまして、それで触覚がもう1本は残ってるんですけど、1本だけつけても見栄え悪いんで、ちょっと両方もうつけずにそのまま飾ってみましたけど、あとね、ちょっとこんな感じでちょっと並べてみましたけど、ちょっと思ったことがあるんですけど、こちらね、ちょっとね、フィギュアがね3段入るかなと思ったんですけど、まず干渉しちゃうんですよね。ちょっと見ていただきましょうか。フィギュアがね、ここに置くとね、干渉しちゃうんですよ。これはおすすめではないなと思ったんで、2段で。で、計11体これ入れましたけど、やっぱりね、ちょっとね、このマスクコレクションとか、マスカワールド持ってる、100体以上持ってる人は、このケースを、もしこれで飾りたいんだとしたら、10個以上買わないといけないですよね。はい。あとね、ちょっと思ったのが、このひな壇がね、ひな壇2段目がね、真ん中の2段目がね、ちょっとね、少ないんですよ、幅が。だからちょっとね、前出ちゃうんですよね。まあ、それはさほど気にしない人であれば大丈夫かなと思いますけど、ちょっとまた僕がちょっと気になった点としては、こちら、そんな感じですね。だから18個以上買うことになるけども、18個以上買うとすると、2万6000円ぐらいしちゃうんですよね。らどうかな、ちょっとフィギュアケース、ガラスケース買っちゃった方がいいかもしんないなっていうのがちょっと僕の中で思いましたね。これ買うよりはちょっとね、ガラスケースの武器屋ケースっていうのがあるんで、そちら狙ってたんですけど、ちょっとね、ちょっといろんな出費が重なっちゃいまして、最近、ここ最近で買うのでやめてたんですけど、このフィギュアケースでちょっと我慢しようと思ってたんですけど、
これはマスコレを入れるとするとちょっとよろしくないかなと、僕なりの感想ではありますが、そういう感じですね。いい面もあるんですけどね。まあこうやって飾ってホコリも入らないし、全面開閉式で、あと まだ気になった点はもう一つありまして、全面開閉式なんですけど、この片手でね、片手で動かさないといけないっていう、ここは止まればいいかなと、ストッパーで止まってくれたらいいなと思いましたね。これ閉じちゃうんですよ、こう手挟まっちゃうんですよ、バコッと手外しちゃうと、手挟んでるんですね。というわけでね、はい、そこがちょっと不満点としてありますね。まあでもフィギュアーズとこう飾るだったらいいかもしれないですね。ちょっと台座外してフィギュアーズと飾るとかしたらいいかもしれないですね。フィギュアーズ僕持ってないんで、ね、まだちょっと持ってないんでどうなるかは分かんないんですけど、ここのひな壇を外してフィギュアーズを飾るっていうのも手であるかもしれないですね。はい、Amazon のレビューにもフィギュアーズ飾ってるよっていう人いましたけど、はい、ね、はい、というわけでね、ちょっとまたね、どん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 上に積み重ねることができるんですね、このケース。そこが便利だなと思いますね。はい、やってみたいと思うんですけどね、2箱あるんでね、ちょっとやってみましょうか、最後に。はい、ではちょっとやってみましょう。いきます、せーの。はい、というわけでね、続いて、先ほどのケースの上にもう一段ケースを乗せて、そしてフィギュアを並べてみました。で、今回こちらの2段目の方にはひな壇取り除いて並べたんですけど、ちょっと感想としては、フィギュアがちょっとごちゃごちゃしちゃって、後ろの方が見えなくなっちゃってるなって感じがしますね。こちら開くのにも問題ないし、こちらが開くのにも問題ないし、ただやっぱりまあ先ほど申し上げた通り、こちらね、ちょっと片手で開けながら片手で取るみたいなことをしないといけないっていうのがちょっとネックではありますよね。はい、想像とか飾ったりして検証してみたいですけど、非常にね、まあ優秀なケースでありますね。はい、この開閉式だから、こう前扉開閉式だから、他フィギュアにも干渉しないし、やっぱり、すごく高級感がありますよね。はい、やっぱり下の方が、やっぱりこのひな壇あった方がやっぱいいですね。ひな壇あった方がマスコレとかマスカワールド並べる上ではいいと思います。はい、そっちの方がいいかなと思ってます。はい、今後もやっぱりマスカワールドとかは増えていくんで、騒動とかもこのチャンネルでは紹介していきたいと思うので、それもね、飾ろうと思ってます。ここに飾っていきたいなと思ってますんでね。はい、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、というわけで、次回もまた見てくださいね。グッバイ。